おざます。おざます。ハルリアン。おざます。はい。菊池さん、レイチェルさん、おざます。はい。では、出かけましょう。OK、OK、OK。それでは、12月9日金曜日、神は我らの楽しみ、魂に命を得させてくださる。我らの足がよろめくのを許されない。詩編66編9節。God protect us from death and keep us steady. God protects us from death and keeps us steady. 神は我らの魂に命を得させてくださる。我らの足がよろめくのを許されない。神様がですね、私たち、に命を与えてくださる。これ、あれですね。油注ぎのことだと思いますね。神様は、イエス・キリストを信じる者に油注ぎをください。そして、私たちの足がよろめくのを許さない。つまり、力をくれる。神の力をくれる。信仰をください。神様を信じることによって、よろめくのを許されないって言葉から力をもらいました。菊池さん、アメン。今日は、天気なんでしょうかね。はい、今日もちょっと寒いですね。寒いですが、重装備というか、防寒をしております。ちょっと街の様子ですね。こういう街の様子、こういう街の様子ですね。はい、今日はどこに行きましょうかね。そうですね。どこに行ったらいいでしょうか。はい。ゆうさん、それからアイディさん、ルーブさん、おはようございます。今日の空は綺麗っぽいですね。そうですね、雲が全然ないという感じですか。雲がないですね。それではですね、どこに行きましょうか。そうですね、今日はこっちに行きましょう。あそこ、朝日が出てますね。朝日が出てます。私たちは日々の営みがあります。私たちは、その信仰で歩んでますね。信仰で歩んでます。多くの人たちは、惰性で生きてる人もいるでしょう。何か希望がなくてですね、希望がなくて何のために生きてるかが分かんなくて生きてる方がたくさんいると思います。これ夏みかん、これ夏みかんですよね。夏みかんですね。私たちは、信仰によって希望があります。信仰によって希望があります。いろんなとこ通ります。いろいろな苦しみに遭います。しかし、私たちは信仰の訓練をしています。さまざまな問題を信仰で考えます。信仰で乗り越えます。ですから、私たちはその命を保たれます。信仰によって命が保たれ、そして確かな歩みができます。
御言葉が私たちのその朝日出ましたね。わお。太陽が出ました。アメン。以前私たちの心は暗闇でした。以前私たちの心は暗闇でしたけれど、今、光が照ってきたんです。私たちの心に光が差して、光が差して私たちの心が明るくなりました。輪を輝いてます。まるでキリストの背中を温めているようです。はい、私たちの心は暗かった。みやこさん、おはようございます。私たちの心は暗かったんですけども、明るくなったんです。明るくなったんです。光があるんです。この光、イエス・キリストは光です。そしてこの光が私たちの希望です。希望の光、闇から希望の光になりました。ちょっとこれ実家の方見ていきましょうか。バルナマさん、おはようございます。バルナマさん、おはようございます。私たちは希望があります。希望があります。私たちは失望しません。イエス・キリストが私たちの希望、イエス・キリストが永遠の希望、昨日の御言葉からすれば、神様に不可能はない。神様に不可能はない、神様に不可能もない。ここだいぶできましたね。これ造成されましたね。2軒、1軒2軒、2軒の家としてね、造成されましたね。向こう景色いいですね。向こうパノラマみたいな、ちょっとパノラマですね。ちょっとパノラマいいですね。はい、ちょっとパノラマになりましたね。そういうわけで皆さん、私たちは、信仰で歩みます。信仰で歩みます。イエス様の御言葉に沿って歩みます。私たちにはイエス様がおられます。イエス様がおられ、御言葉があります。御言葉は、私たちの導きです。御言葉は私たちの導きです。力です。光です。どのように考え、どのように歩むか。こっちがいいかな。そういうわけで、皆さん、一日一日、しっかりと信仰で歩みましょう。今日も少し寒いですけど、いい天気で気持ちのいい日です。今日は牧師会があります。来年の9月ですね、来年の9月、カルロス・アナコンディアという、以前日本に来たことがあるアルゼンチンの伝道者ですね、カルロス・アナコンディアという人が来年9月来ますけど、その集会のための牧師会が今日あります。来年はたくさん集会があります、ね、
来年はたくさん集会があります。あ、パンジーが咲いてます。綺麗なパンジー。冬にね、花が咲いてるというのは不思議な感じですね。パンジーはね、寒さに強いんですね。はい、カオさん、おはようございます。カオさん、おはようございます。LTL のお花が一番綺麗に見えます。ありがとうございます。皆さんは信仰の花ですね。皆さんは、この世にあって、イエス・キリストの花です。皆さんは信仰の花が咲いています。死んでいる、霊的に死んでいる世界の中で、霊的に死んでいる世界の中で、皆さんは命を得ました。命を得ました。皆さんは今、信仰の花を咲かしています。私は貧乏なのですが、お金がなくても信仰できますか？逆ですよ、逆。お金がない方が、ね、信仰しやすいです。貧しいものは幸いです、とあります、ね。貧しいものは幸いです。貧しいからこそ、貧しいからこそイエス様が必要なんです。私たちは、お金じゃなくて、ね、イエス様を必要としているんです。お金があると、ね、お金があると、お金に頼ってしまいます。お金があると、お金が偶像になります。ですから、貧しい方が幸いだということです。世の中は逆ですね。世の中はお金があると幸せだと思い込んでます。でも実は、霊的には逆なんです。僕もお金がないですが、信仰を持つことができました。霊的には逆なんです。世の中の価値観と逆なんです。つまり貧しいものは幸いだと。貧しいものは幸いだと書いてあります。ぜひ皆さん、貧しいから不幸ということではないんです。幸せかどうかというのはお金の問題じゃないんです。この世の幸せが幸せじゃないんです。私たちがイエス様とつながって、イエス様に会って、歩むかどうか、イエス様に祝福されるかどうか、イエス様から、ね、祝福を受けているかどうか、それが幸せかどうかということです。僕は難病、クローン病で自由に動けませんが、信仰で救われました。アメン。アメン。よかったですね。よかったです。お金のために働いてるから過労死とか不幸になるのですね。アメン。皆さん、私たちはもっともっと祝福を受けることができます。祝福を受けることができます。それは信仰によって受けるんですね。信仰によって受けることができます。ちょっとこの街並みをちょっとこういう街並みですね。私たちは喜んでいいのです。結構坂が多いですね。私たちは喜んでいいのです。その方によって心が癒されます。この放送を見ているおかげで、真光から抜け出すことができました。誠の光、イエス様こそ誠の光ですね。イエス様こそ誠の光です。純粋な人や子供が本気でそう思ってしまったらどうするんですか？本気でそう思ってほしいのです。本気でそう思ってほしいんです。本気で言っているんです。聖書の言葉は真理です。ね、鳥は働かなくても食べて
いけます。アメン、アメン。イエス様の教えはですね、この世の価値観と反対なんですね。この世の価値観と反対なんです。この世の価値観が間違っているんですね。この世の価値観はサタンが、でっち上げた価値観、サタンがですね、人間をですね、騙している価値観なんです。ですからぜひ皆さん、この世の価値観を捨てて、本当の価値観、イエス様の価値観を学んでください。僕は高校に行かなかったから社会に洗脳されなかったのかもしれません。その通りです。その通りです。以前は車にお金をかけてた。今は信仰で本当に大切なものに気づいた。アメン、アメン。あ、綺麗ですね。朝日のある住宅地。はい、ぜひ皆さん、この世のしがらみ、またサタンとその束縛から解放される、そのサタンの束縛から解放される必要があるんです。サタンの束縛から解放される必要があるんです。それができるのは十字架です。十字架によって私たちは救われるんです。十字架によってその私たちは闇から出ることができるんです。この世の価値観は闇なんです。この世の考え方は闇なんです。偶像崇拝は闇なんです。お金に対する偶像崇拝、さまざまな偶像崇拝、宗教の偶像崇拝、ほとんどの宗教が偶像崇拝なんですね。ほとんどの宗教が偶像崇拝、いろんな偶像があります。いろんな偶像があります。その偶像から離れてイエス様を信じる、イエス様から学ぶ、イエス様の弟子になる、それこそ、それこそ、解放なんですね。自由なんです。ちょっとこの景色を見てもらいたい。この景色を見てもらいたい。わ、綺麗です。今日はね、今日はあれです。綺麗ですね。はい。大山が見えますか？大山ね、綺麗ですね。爽やかな空気。あれは右の方が丹沢ですね。右の方が丹沢で、で、左の出っ張ってるのが、あれが大山ですね、大山。大山ですね。あ、気持ちいいですね。あ、すごく気持ちがいいですね。お金があってもイライラしたり、お金で解決しようとしたり、傲慢になったりします。そうですね。アメン。信仰以前は朝を迎えるのが苦痛でした。しかし今は喜びです。アメン。
信仰を持つ前は朝は苦痛だった。しかし信仰を持ってから喜び嬉しい、アメン。皆さん、それは、イエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って命を得てるからです。私たちの信仰は命なんですね。私たちの信仰、それが誠の命、誠の命です。私たちの信仰、それは、イエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って、命を得たんです。油注ぎで元気です。闇から出て光の世界に入ったんです。闇から出て光の世界に入ったんです。狭い道です。狭いもんです。人は少ないです。この世の価値観とは違います。ネットでの伝道はすごいですね。私も見習いたいです。いいことも言うけど、あまりにも現実離れしたことを言うのが今のキュウちゃん。イエス様のおっしゃることは一見現実離れしています。敵を愛せよとか、隣人を自分のように愛せよとか、イエス様のために命を捨てなさいとか、一見現実離れしています。しかしその現実が間違っているんです。この世が間違っているんです。この世が間違っていて、現実が間違っています。ですから皆さん、私たちはその、イエス様の価値観こそ真理、イエス様の価値観こそ真理と信じる信仰が必要です。この世が間違っている、おおよそですね、多くの人はこの世で苦しんで、この世が間違っていると思っていると思います。親に虐待され悲しかった、信仰で本当に救われた、そうです。この世はですね、罪の世界です。この世は虐待があり、いじめがあり、パワハラがあります。しかし救いがあるんですね。イエス・キリストこそ救い、イエス・キリストこそ救いです。ネット伝道しか楽しないで、駅とかで伝道しない。駅でですね、マイクを持ってこう伝道してもですね、あまり効果がないですね。日本人はですね、シャイなので、そのキリスト教の話を聞いてるっていうことを見られたくないんですよね。正々堂々とですね、聞くということがなかなか日本ではですね、人の目を気にする社会なんですね。キリスト教に関心があるということを知られたくない。だからネットの方がいいんです。楠山さん、おはようございます。ネットのいいところはですね、匿名でできるということですね。素直な気持ちになったとき、信仰する準備ができたと思った。ネットでコメント書いても誰だかわからない。特にニコ生はそうですよね。なぜニコ生でコメントが多いんですか？ツイキャスとか LINE ライブではコメントが少ない。それはハンドルネームでさえ、ハンドルネームでさえ自分の意見が、言いにくいわけです。本名じゃなくて、ハンドルネームでも、自分の意見が言えない世界なんですね。だから、ニコ生でコメントが多いのは、まさに、本名を隠すのはダメですね。いや、私はね、隠してもいいと思いますよ。ハンドルネームでもいいんですが。ただ、恐れない、ね。恐れないというか。
こうちょっとこうクリスマス気分のクリスマス気分のところですね。ベンチに座りました。油注ぎを受けたとき、間違ってなかったと思ったよ。アメン。アメン。楠山さん、死にあって大胆の礼をいただきたいです。いつもドキドキしてます。そうです。油注ぎを受けると力を得ます。そして、油注ぎを受けるとですね、大胆になります。御言葉に強くあれ、惜しくあれ、強く惜しくあれとあります。その惜しくあれというのが、英語だと be bold なんですけど、それは大胆になれということなんですね。大胆になれということです。というわけで、私たちは油注ぎを受けて、聖霊を受けて、聖霊様を受けて強くなることができます。洗礼前に油注ぎを受けたのはどういう意味があるんでしょうか。聖書にもそういう箇所があります。聖書もですね、洗礼を受ける前に油注ぎを受けた記事がありますよ。ですから、そういうこともあるんですね。自分の信仰に正直になれるのは、この放送だけです。アメン。ヨシさんが自炊を完全にやめたのでびっくりしてます。わお、すごい。すごいですね。それも十字架のおかげです。十字架によって、ヨシさんが悔い改めて自炊をやめた。素晴らしい。それはもう本当に生まれ変わったんですね。生まれ変わったんです。誰でも、その罪から離れて、生まれ変わる必要があります。野田さんも LTL に行ってから真人間になりました。アメン。素晴らしい、素晴らしいです。キューちゃん、ヨシさんの放送を見てください。そうですね、見てみたいと思います。素晴らしいです。素晴らしいです。十字架によって人が変わる。ヨシさんが本当に優しくなってますよ。そうですか。わお。嬉しいです。素晴らしい。素晴らしいですね。人間は、ね、救われると変わるんです。人間は、救われると人が変わるんです。それは素晴らしいことです。野田さんが突然部屋を掃除するようになった。すごい。すごいですね。素晴らしい。もうそれは証ですね。証です。その証タイムの時に皆さんが証をします。それと同じです。それと同じです。誰でも救われる必要があります。僕も救われました。僕も救われました。誰でも神の子供から、ごめんなさい。悪魔の子供から神の子供になる必要があります。悪人から善人になる必要があります。誰でももう一度生まれ変わる必要があります。それは
イエス・キリストを信じて、聖霊を受けて、生まれ変わる必要があるんです。楠山さん、寒くて、指が震えて打ちにくい。私もちょっと厚手の、手袋をしました。もうこれでないと、もう寒くていられない。そうです。皆さん、よさんを見て、ね、野田さんを見て、ああ、本当に変わるんだ。本当に変わるんだ。金梅さんを見て、本当に人間は、イエス様によって変わるんだ。イエス様によって変わるんだということを、ぜひ、よさんは生まれ変わって別人のようです。素晴らしいです。素晴らしいです。